ルセラフィムの宮脇さくらが悪質コメントに対する自身の考えを述べました。 HKT48 アイズワン、ルセラフィムと3度にわたりアイドルデビューをし、そのアイドル人生は10年以上、世界中で熱い人気を誇るトップアイドルとなった宮脇さくら。それだけ大きな注目を浴びる中で、数多くの悪質コメントも寄せられてきたといいます。7月にはプロテクトさくら、さくらを守れというハッシュタグがツイッターのトレンド入りするなど、海外ファンから宮脇さくらを心配する声が上がりました。宮脇さくら本人は悪質コメントについてどのように思っているのでしょうか。アイズワン時代にはとあるトラウマを抱えていたといいます。そのエピソードがカンホドンが MC を務めるトーク番組ネバーナウにて語られました。宮脇さくらは19日ネバーナウにゲスト出演。トークはさくらが2018年に出演したプロデュース48の話題に。プロデュース48は放送当時韓国で絶大な注目を集めていたとカンホドンは話しました。カンホドンは放送時コメントはどうでしたかと宮脇さくらにネットユーザーの反応について尋ねました。宮脇さくらはコメントですか、本当にすごかったですよ、本当にいろいろな人が番組を見るからとコメントの激しさを想起させる一言から話を始めました。私は歌が下手だという悪質なコメントを見て録音室に入るのも怖かったです。私のパートがない方がチームにとってはいいとすら思っていたと歌へのバッシングについてトラウマを抱えていたことを話しました。しかし宮脇さくらは私がうまく歌えば言われずに済むと考えるようになり、今の事務所に入る際にデビューまで熱心に練習をしたと話します。最後にこのような言葉を残しました。私は生まれ持った才能はなくて努力する才能だけがあります。悪質なコメントに屈しず努力で押し返した宮脇さくら。以前は悪質なコメントを気にしてしまっていたけど、今はもう本当に私が悪かったわけでないならば気にしないとたくましい姿勢を見せてくれました。ファンの反応は努力する才能だけはあるっていう表現が素敵。10年もアイドルをやってて絶え間なく進化し続けるさくら。最近悪質コメントに傷ついて鬱になる芸能人が多い中、さくらはいつでも笑顔でいてくれる。歌下手って悪質コメントなの、本業なんでしょ。ルセラフィムは音楽番組で生歌でのパフォーマンスも披露しており、宮脇さくらに対しては歌がまだまだだと厳しい意見もある中、本当に上達したと彼女の成長を称賛する声も寄せられています。今後さらなる進化を見せてもらえるよう応援していきたいですね。 TikTok では切り抜き動画、ブログの記事でもご覧いただけます。コメントや高評価、チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。